太る体質から痩せる体質に変わる5つの方法をお伝えします。あなたは、こんなことを感じたことありませんか？例えば友人と一緒に美味しいランチ会に行って、バイキングをこう食べに行った。でその時に、友人はですね、自分と同じように同じものを結構な量を食べている。なのにその友人は痩せていて、なんで自分だけこんなに太っているんだろう。いかがですか？こうずっとこう痩せている方って周りにいませんか？何が違うんだろうって感じたことないですか？その時に、例えばふとこう頭をよぎるのがですね、生まれつきの体質、痩せ体質だから、何をしても痩せてるんだろうなですとか、こう自分自身はもう遺伝で太る体質だから、これはもう仕方がないと、もう半ば諦めてしまっている、そんなあなたにこれからこの動画でお伝えするお話を聞いていただきますと、その太る体質から痩せる体質に変わることができるんです。ぜひ最後まで楽しく、ご覧くださいね。ではそのなぜ太る体質なのかというお話と、じゃあどうやったら痩せる体質に変わることができるのかというのを5つにまとめてお伝えしていきます。まずこの5つですね。1番腸内環境です。で2番基礎代謝です。3番糖質依存から、脱出すること。そして4番バランスの良い食事と、5番不要なものを入れないと。この5つの方法を、詳しくお話ししていきますね。では1番から、そもそもそのあなたの腸内環境が悪いと、たとえ食事制限をしたり、食事に気をつけたり、またその運動してみたりですね、何をしてもベースが太る体質なので痩せることができないんです。でそれはなぜかと言いますと、腸内環境が悪いとですね、その血液がその汚れたまま、要はこう老廃物がたっぷり入ったままの悪い質の血液が腸で今作られてですね、そのままあなたの肝臓に届くんです。で肝臓はそもそもデトックス工場と呼ばれるぐらい、本当はその老廃物をですねしっかりと排出する、そのお仕事をしてくれる、もう大事な大事な臓器なんですが、そこにその汚れた血液が届くとですね、もうその間に合わないんです。デトックスがもう間に合わない、間に合わなかったままのその血液がどこに行くと思いますか？最終的にはあなたの心臓に届けられて、その心臓の役割は全身に血液を巡らせるというお仕事がねありますから、結果そのドロドロした悪いその老廃物たっぷりの血がですね、あなたの常にその全身をこう巡ってしまうという悪循環になるわけです。そうすると、脂質の代謝がもうガクンと落ちますから、どんどん体の中に脂肪をこう溜め込んでしまう、その体質へとこう変わってしまうわけなんですね。ですからベースはこの腸内環境を良くしてあげることがもう大前提なわけです。でそのためにはやはり腸が喜ぶ食べ物、腸内細菌がこう元気になる食べ物をですね、バランスよくばっか食べではなくてこう上手に摂っていく必要があるんです。でここでおすすめは4つあります。1つ目、納豆やキムチなどの発酵食品を摂ること。2つ目、海藻やもち麦などの水溶性食物繊維をたっぷり摂ってあげること。そして3つ目、蜂蜜や、玉ねぎなどの、オリゴ糖を含んでいるものを食べましょう。そして4つ目、青魚などの EPA DHA の良質の油を摂っていきましょうということなんですね。ですからこの1番から4番をこう上手にバランスよく、いろんな種類を摂っていくことで、あなたの腸内細菌が元気になって、どんどん腸内細菌が
活発化して環境が良くなって痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では2つ目、そもそもその基礎代謝ですね、代謝が悪いと、痩せ体質になることも、できないということになるんですね。でその時の大前提は腸なんですね。腸が元気でしたら代謝が良くなります。でそこで、詳しくお伝えしていきますと、皆さん代謝って聞かれたことあるんですね。代謝で代謝の実は7割がこの基礎代謝なんです。代謝の7割が基礎代謝ですから、代謝を上げるための一番の近道はこの基礎代謝をどうやって効率よくこう上げていくかっていうところに、ポイントがいくわけですよね。でその時にですね、その基礎代謝が全体の7割で、2割が生活活動代謝、要は運動で作る代謝ですね。残りの 10% は食事誘導性熱産生代謝といって、要はこう食べることでエネルギーを生んで、代謝を上げる。例えばこうご飯を食べ出すとこう体があったかくなりますよね。そのことです。熱量がこう生まれて、代謝が上がる。ただそれは全体のたったの 10%、 運動 の、 その筋肉もたったの 20% なわけです。ですからあなたが太る体質から痩せ体質に変わるためには、この基礎代謝を上げてあげることが一番の近道、もちろんこの2番も3番も大事なんですけれども、効率よくいくためにはやはりこの基礎代謝を上げることなんですね。でその時に基礎代謝はですね、内臓が割合が大きいんです。あなたの内臓が元気になってくれるだけで、勝手に寝てても何もしなくてもあなたの脂肪をどんどん燃やしてくれる、その代謝を、エネルギーを消費するその量が増えるわけですから、すごいですよね。でその内臓を元気にするためにはやっぱり腸が元気じゃないとダメなんですよということで、特に内臓の中でも肝臓を元気にしてあげることがですね、この基礎代謝をガバッと上げるためには一番割合が大きいということなんです。そうですから、この基礎代謝を上げるためには内臓を元気にすること、その前提は腸ですよ。ただその内臓自体が元気になるための元があるんですね。それがタンパク質なんです。で私たち女性は特にですね、このタンパク質ってなかなか結構取れてない方多いんですね。足りないんです。取れてるようでも足りてない。で目安はこの握り拳のこの表面積ですね、これくらいの大きさを毎食朝昼晩と取れるとベストと言われています。ですからこの基礎代謝を上げるためにはしっかりと良質のタンパク質をバランスよく取ることが最優先なわけです。バランスがいいというのはやっぱりこうお肉ばっかりではなく、お肉や魚、それから大豆製品、そして乳製品ですとか、そういったのを上手にですね、いろんなやはり品目を取ると腸内細菌の種類が増えるんです。そうするとやはり腸内環境が整って、痩せ菌といわれる、要は善玉菌をですね増やすことができるんですね。では、3つ目、糖質依存から脱出しましょうです。現代人ですね、特にストレスがこう多くかかる、あなたもいかがですか？ストレス溜まってませんか？ストレスゼロですという方は、いらっしゃらないと思うんですよ。ある意味ストレスも大切なんです。元気に生きていくためにある程度こう負荷をかけるって、やっぱり生きていく力をつけるためにもストレスは必要って言われてます。ただそれがその過度にかかったり長時間長期間かかり続けるのが良くないわけです。でそうするとその脳がですね、ストレスを感じると刺激がね必要になってくるんですよ。でその刺激というのが手っ取り早くその手に入れるためのですね方法がやっぱり食べることなんですよね。特に甘いものなんですよ。おやつお菓子ですよね。なのでその本当にお腹が空いて食べたいというよりは、そのストレスがかかる、脳が指令を出す、それで甘いものが欲しくなるっていう、そのこう負のスパイラルにですねハマってしまうと糖質を取りすぎてしまうんですよ。で糖質をその完全カットも良くないんですね。やはりその脳が元気に、
体が元気に動くためにやっぱり糖質って必要なんですよ。三大要素ですからね、必要なんです。ただ過度にやはりその依存してしまって、お腹が空いてもないのにこう食べてしまうっていうのは良くないわけです。ですから糖質は適量です。でまた特に夜はですね、そこまでも摂る必要がないので、私がちなみに実践していることはですね、糖質は必要、食べます。でも食べ過ぎないように、その脳の指令にですね、従わない、いやいやこれは本当の私の食欲じゃないとか思ってですね、6秒待つ、1、2、3、4、5、6でちょっと違うことをするんですぐ食べないんですよ。食べたくなったら、私だって食べたくなることあるんですよ、もちろん。あーってこう本当に手が伸びる前にその6秒を待って、例えばトイレ掃除をしてみるとか、ちょっと歩いてみるとかね、違うことをするんですよ。そうすると先ほどまであった何食べたかったですね、こう欲求があれコントロールできるようになります。マインドコントロールですね。ぜひあなたも実践してみてください。効果大です。ということで、糖質依存から脱出しましょうです。4つ目、バランスの良い食事です。でこれが大事なんですね。バランスが悪いとやはり腸内環境が整いませんし、太りやすくなってしまいますから、バランスの良い食事ですね。でただいちいちですねカロリーを計算したりですとか、何かこうテキストを見て取れたかなとかこうチェックしてられないじゃないですか、そんなに毎回ですね。なのでここでポイントなんですけども、ベースはもう和食にしましょう。和食が一番です。そしてその和食の中にこの食べ物食材が入ってるかなっていう、そのチェックリスト、もう呪文のようなんですね。孫は優しいというこの魔法のですね、呪文の言葉をいつも頭に入れてくださるだけで、今日これ取れたかな取れてないかなっていう、その要はチェックリストになるわけですね。で、まは豆類です。味噌や納豆、大豆製品で、5はごまとかナッツですね。で私もおやつに素焼き の, 無塩の無添加のナッツいただくことあるんですけれども、1日かけて1握り、20粒ぐらいでしょうか。そういった取り方もおやつの代わりにしてくださいね。おすすめです。で、和はわかめなど の,、その海藻ですね、昆布ですとか海藻類で、やはお野菜です。ぜひ旬のものをいただいてください。で、さは魚ですよね。先ほど の, EPA などの青魚もおすすめです。で、またしは椎茸などの、要はキノコ類ですよね。もう食物繊維がたっぷりですよ。で、いは芋類です。じゃがいもやさつまいも、私はおやつの代わりにふかしいもよくいただくこともあります。こういったように、孫は優しいというのをこう常にですね、痩せる呪文として覚えていただいて、今日1日かけて全部取れたかなってチェックしてみてくださいね。そして、最後です。不要なものを入れない、5つ目ですね。5つの方法の5つ目、この不要なものって何だと思いますか？今までしたお話は体にその良いことのお話、この糖質の依存の脱っていうのはと省きますけれども、体に良いことをしましょうねってお話をしました。で、この良いことをですね、一生懸命してくださったとしても、それと同じように不要なものを入れてしまったら効果は出ません。もうプラマイゼロどころかマイナスになってしまいます。それだけここがね悪いんですよ。不要なものを入れてしまうと、もうここの努力が水の泡ですから、最後までしっかり聞いてくださいね。この不要なものというのは、例えば食品添加物であったり、人工甘味料、農薬、あと大気中のその有害物質、こういったのがですね、その内臓に体脂肪ですね、その脂肪の中にその溶け込みやすいものなんですよね。で、その一回その脂肪の中に溶け込んでしまったこういった有害物質は、なかなか体の外にですね出すことがこうできないんですよね。もうその入り込んでしまってるわけですから、もうなかなかですね簡単には出ないわけです。で、私別の動画でファスティングがこういった有害物質を出すためにすごく効果的なんですよ。で、私自身も
だいたい3ヶ月おきにこのファスティングをすることで知らず知らず溜まってしまったこの有害物質を外に出すんですよっていうね、お話をしているんです。ぜひその動画もご覧くださいね。でこのファスティングがご興味ある方がですね、動画をご覧いただいた時に、先生こういう時ってどうしたらいいんですかって LINE にですねご登録されて、直接こう私と1対1でこうやり取りされている方も多くいらっしゃいます。もしご必要な方は詳細欄にリンクを貼っておりますから、ご登録後にいつでも遠慮なくご相談くださいね。皆様ファスティングされて人生が好転されてます。本当に嬉しいです。そしてその不要なものの話に戻りますけれども、不要なものを同じように入れてしまうと、もう腸がもう一気に汚れてしまいますし、あなたのその溜め込んだ脂肪がですね、なかなか落ちないということになりますから、ぜひ食品添加物、人工甘味料、農薬ですね、こういったものはもう、取るのはこの機会にやめちゃいましょうということです。さあいかがだったでしょうか。なぜ、あなたの周りに食べててもなんで太らずこの人は痩せてるんだろうという方がもしいらっしゃったら、その方は必ずこの、痩せる体質になるための方法をすごくバランスよく実行されていらっしゃる方だと思います。さあいかがだったでしょうか。このお話をですね、ぜひあなたご自身と、そして大切なご家族、周りの方にどんどんシェアしていただいて、あなたから幸せを届けて差し上げてくださいね。そして、繰り返し、人ってこうね、私もそうです、もうすぐ忘れてしまいます。なので繰り返しご覧いただいて、繰り返しこう腑に落ちるまでこの動画ご活用ください。そしてこの動画のお話が役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。